シナ顔やばいよ。シナ具合悪いでしょ。具合悪そうだね、やっぱし。顔ほら見て、おたふくて。めっちゃ腫れちゃってるもん、顔が。パンパンじゃん。顔パンパン。押さえて。ちゃんと測んないと。何度あるの今。ちゃんとピッピってなるまでだよ。でもおたふく、ちっちゃい頃やった方がいいんだよ。うん。やってないし。うん。やったよ。やった今日。うん。あ、エナやったな。やったよ。ちなみにやった。ほら、頭ぶつけた。レミ、じゃあほら、ちな熱あるからさ。それペタってしてあげて。うん。え、熱あるの？うん。ナナとさん、でもだいぶ下がったよ。でもまだやっぱり熱ある。昨日なんて8度5あったからね。これ子供よ。そうそうそう。それペタっておでこに貼ってあげて。バニムやったっけか。うん、やった。バニムやった。ちっちゃい頃やった。エジアレミならない。うん。ああ、やったね、やったね。知ってんのか。ママもやったんだ。ちっちゃい頃もいないだろ。ママ大人になってからやったの。エナ生まれた頃にやった。超痛かったな。まあ、大人になってからやる。うん、ひどいよ。チー、あーチーやめ、バイキンバイキンバイキン。バイキン入る。ペタってしてあげて。ね、持ち帰っていいの。うん。押さえてて。あ、髪パパそっくり。何が、まあ、もうデコあげたら。いいよ。具合悪いよね、きっと。熱あるもん。なんか元気ないもん。早く良くなるといいね。パパもおたふくやってねえんだよな。ほんとにやってねえ。やばいよ、つったら。赤ちゃん用じゃんって。え？どれ？どれ？何？赤ちゃん用って。赤ちゃん用？赤ちゃん用ってと赤ちゃんの顔してるから。お子様のあの急な発熱にそう話せんすか。対象年齢とか書いてんだから書いてないよ別に。子供用だよ。うん、え、赤ちゃん用。子供用と大人用。あの、いいんだよ。ちな、これは、あの、ちなぐらいの年。あ、4歳なの、この人。この人？うん。この人は、この人ってな。この人は5歳ですよ。こう見えて5歳なんですよ。ん？こう見えて5歳なの。ん？こう見えて5歳。うん。なんだ、4歳だと思った。だって、パパがちなくんなじってたもん。ちなくんなじってたから、一言も言ってないよ、パパ。言ったよ。言ってないって。ちなぐらいの年にちょうどいいって言ったの。うん、うん、まあ、この人5歳なんですよ。5歳。え、ここに5歳って書いてる。ん？もうレミさん書いてある。あ、パパこの人が5歳だってこと知ってるんですよ。なんで？え？なんで？この人とお友達だから。え、うん、5歳なんだ。じゃあこれさ、しんちゃんな。しんちゃん何歳なの？しんちゃん5歳。あ、じゃあしんちゃんと同じ。しんちゃん5歳だったんだ、知らなかったまま。しんちゃんと同じ年。じゃあこれしんちゃんな。これはしんちゃんじゃない。じゃあ誰？うん、うん、名前誰？これげんちゃんって言うんだよ。げんちゃん。なんかさ、しんちゃんとげんちゃんそっくりだね。しんちゃんげんちゃんだから、うん、しんちゃんげんちゃん。しんちゃんげんちゃん。ひまって知ってる？ひまりちゃん違うよ、うん、あ、ひまちゃん、ひまちゃんって知ってる。しんちゃんの妹でしょ。そう、ママに。さ、何歳だと思う？うん、うん、2歳。違うよ、1歳だ。もう2歳になるじゃん、でも、うん、げんちゃんももうちょっとで5歳なの。5歳って言ったけど、7月で5歳なの。7月25日であの5歳になるみたい。
で、ちなの誕生日じゃあ今3歳なん今4歳だで、7月25日来月ちなと同じじゃんちな、ちないつだっけ誕生日いつわかんないちないつで5歳なんだっけわかんない7月25日だろはいだからこのげんちゃんと同じなんだようんうんちゃんだじゃあさ、しんちゃんとも同じなの誰なうんちゃんしんちゃんは、ん？しんちゃん？じゃあ、今しんちゃん何歳？しんちゃん、しんちゃん5歳だけどさ、うん、しんちゃんとげんちゃん、まあ、親戚らしいからねしんちゃんとげんちゃん仲良し知らない仲良しだようんうんで、つめて出てこないけどね、テレビにはテレビには出てこないけど、どうやらあれらしいよ、うん、仲良しででも、それはテレビにどうやら映せない理由があるらしい、ねうん、親友は、貸してはいげんちゃんげんちゃん、うん、だから、げんくんじゃないのげんちゃん、まだげんくんでないねげんちゃんだねえ、うん、これ男じゃないだから今5歳になるけどこれ男じゃないうん、男え、男なのげんちゃんなんで、じゃあさ、うん、ちゃんってつくのまだ子供だからちゃんなんだよあ、くんで、げんくんってなんかちょっと響きが悪いらしくてね、うん、で、10歳になるとげんさんになるみたいなね、やめてうん10歳になるとげんちゃんからげんさんになるんだってげんくんじゃなくてげんさんになるじゃあさ、たぶんさ、しんちゃんもさ、あれしんさんになるねしんさん、しんちゃんはしんさん、いいよしんちゃんも男でしょ、うん、だからしんちゃんだ、しんくんじゃないでしょあ、しんくんのしんちゃん、しんちゃんだ、しんちゃんじゃんだからこれもげんちゃんじゃんね、そういうことわかるうん、うん、でしんちゃんもしんちゃん男じゃんうん、男なのにしんちゃんでしょうん、ねうん、で、実際になれば実際になればクレヨンしんちゃんのしんちゃんはしんさんになるんだけどそうだよそうなのかよ5歳になる5歳になればまだちーちゃんちーちゃん、うんうん、らしいよ、うん、じゃあ10歳になればえいつもさ、レミちーちゃんって呼んでるちーさんじゃあさ、ちーさんじゃなく、うん、ちーたんでもなくちなちなちっちっちがいいじゃんなんでちなちなちなんでなんでいいじゃんパパ前喋ったからちーちっ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 ちちなちなちっ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 て言ったからそうお前元気だね、結構ね明日パパママも久しぶりにね一緒に休みだけどどこにも行けねえなこれだわうん無理だね残念ね、うん、しばらく安静にしないとダメだねうん、うん、病院だからうんほらおたふくでしょおたふくなのに遊びに歩いたら大変なことになるねずまえー、いいのいいのじゃあこれが取れこれ取ればいいじゃんいや、それとっても良くならないじゃん。ね。今はさ、おたふくを直すことを考えて、ちいちゃん。いやー、顔でかくなっちゃったけど、まあ。パパそっくり。なんだそれ。パパそっくり。ほんとそっくりなんだけど、パパに。顔膨らんで、顔膨らんだな。あ、だってパパもひげついて、ちょっとほんとそっくり、二人並ぶと。おひげついてなんだって？おひげついて膨らむってどういうことだよ。ほら、口ん？口がパパとちっちゃんそっくりだよこうやって見るとパパにだもん、ね、うん、ちなほんとパパにそっくり、うん、え、違うよおたふくになってさらにそっくりになったママじゃないよママちなはね、ひさこに出るっていうよく言われる、うん、じゃあさ、さとなのんちなみたいな
あのね、エナはパパに似てるね。でもエナ最近なんかパパにも似てるな、ママにも似てきたような気もする。エナはちょっとでも変わってきた、変わってきた、チナがそっくり一番パパに。チナがエナなんかママに似てきた感じするもん。ママに似てる。レミもだってママに似てないしさ。レミはちっちゃい頃のママそっくりだよ。でも顔変わってくるんだよ。変わるけどね。ちっちゃい頃ママパパにそっくりじゃん。パパに似てるとこ一つもないよ。レミ性格でもパパに似てるよ多分。なんでや。なんかそういう感じする。今マイペースで。今さ、ちなの梅津の話したり。あ、そっか。なんでデブって言うの。デブって言ってないじゃん。マイペースって言ったんだよ。マイペースでパパに似てるって言ったの。何マイペースって。自分だけの。これまだ取んないで、まだ取んないで。あれって感じ。ダメ。なんで？人に合わせないと。それやったまた同じで会うから。今もうこう貼ったばっかりもったいないでしょ。ね、早く直してね。はい。まあとりあえずそうだね。早く直すこと。明日は。明日はっていうか安静にしてないと。明日も寝てなきゃいけないって。うん、治るまで安静にしないと、で、じゃあさ、明日保育園さ、行くの。行きません。行けるわけな い, けないよ。じゃあさ、治った時に行く。そうです。で、明日エナとレミが、もう1万しかないんだけど。まだ冷蔵庫に入ってるから。明日エナとレミがおかゆ作ってあげるって。よかったじゃん。よかったね。多分それで一気に治るよ。ね、パパこっち見て。いや、どうですか。どうですか。パパも見てる。見して。顔変えてるじゃないかな、もういろいろ。というわけでね。まあ明日楽しみだね、ちっちゃん。なんでパパ気持ちよくやるの。レミとエナおかゆ作ってあげるって。ビジョタケシじゃねえんだから。楽しみにしてよね、ち。うん。うん。ね。おかゆ作ってあげるって。はい。何おかゆ。おかゆ？誰？ちっちゃんに。おかゆだよな。おかゆ食べたいでしょ。エナとレミが。おかゆだったらいっぱい食べれるでしょ。ね。入れた。私、味噌食べたいって言ったじゃん。味噌好きって言ってたじゃん。だけど、なんで見たから味噌ないの。味噌ない。うん。何味噌ないって。卵味噌だよ、それ。え、これ卵味噌。で、これはさ、おかゆご飯なの。だいぶ引けたね、でも顔。はい、熱いよ。暑いよ。今作ったばっかしだ。いい。めっちゃフーフーして。元気になってきた。あら、よかったじゃん。はい。